はい、皆さんこんばんは、製麺機です。今日も晩酌の準備が整いましたので、早速晩酌やっていきたいと思います。今日はね、ちょっとね、遠くの方まで出張ってて、もう帰ってからね、なんか料理もめんどくさいんで、唐揚げの下準備してね、でも帰ってから唐揚げ揚げちゃえばもうすぐ食べられるようにと思って、で今日は唐揚げにしてみました。あともう一品はね、パストラミビーフ、あとはお惣菜の、野菜ポテサラ、こんな感じで今日は晩酌やっていきたいと思います。では飲み物、は、朝日さんのドライゼロ、ゆずサワーテイストとどっち飲もうかと思って迷ったんですけども、やっぱりこっちの方がいいかなと思ってね、唐揚げに、よいしょ、唐揚げにはちょっとビールテイストの方がいいかなと思って、では軽く注いで、で、焼酎中身は大五郎入ってます。ノンアルに焼酎入れて、これでね、今日もいただいてみたいと思います。では今日も皆さん一日お疲れ様でした。ではね、お酒に失礼していただきたいと思います。でシュワシュワで、乾杯いただきます。生き返る、富士山、はピンボケかな。いやー、生き返りますね。もうやっとなんか落ち着いて座って、ちょっと一杯って感じですよ。家帰ってきてもう疲れちゃいましたもん今日は。ではシュワシュワ飲んで、シュワシュワ入れてね、シュワシュワを注いで軽くかき混ぜて一回置いときたいと思います。ではまずはね、唐揚げからいきたいと思います。こっちの黒っぽい方はこれ手羽先ですね。手羽先の唐揚げ、これはね、私が作ったやつ、ちょっと黒くなっちゃってね、油断したら、いろいろ準備しながらねやってるんで、ちょっと油断したらね黒っぽくなっちゃいまして、でこっちがうちの母が作った唐揚げですね。普通のこれ鶏のもも肉の皮を取ってあります。カロリー高くなるんでね、皮美味しいんですけども、カロリーがね高くなっちゃうんで皮を外して作ってます。これはうちの母のこう味付けで作ったやつですね。ではどうしよう、じゃあね、切って、大きいんで切っていただこうかな、オピネル、アウトドア用の折りたたみのオピネルっていうナイフですね。これ9番、オピネルは私ナンバー9使ってます。これね、オピネル買う方、買おうと思ってる方、何番買おうかなって悩むと思うんですけども、私は9番おすすめします。この9番だと、まあ、大体刃渡りが9センチってことなんですけど、玉ねぎを半分にしたりとか、あとトマトを半分にしたりとかするのにはやっぱり9番ぐらいの刃渡りないとちょっと辛いと思うんで、私はオピネルは9番をおすすめします。でこちら先割れスプーンは、スノーピークさんのチタンの先割れスプーンですね。これもアウトドア用のやつですね。ではこれ大きいんでね、すごい大きいんで、唐揚げさすがにこれ1個丸々食べると大きいんで切ってね、よいしょ、おー、ジューシージューシー、よいしょ、これでいってるかな、ちゃんといただいていきたいと思います。ではまずはちょっとお塩か、お塩を軽く振ってね、味塩を軽く振って、よいしょ、でまずはこちらでいただきたいと思います。エバラさんの玉ねぎのタレ、これいつも私
サラダに使ってるんですけども、これね、唐揚げにかけて食べるとね、すごい美味しいんですよ、これ。これをね、唐揚げにちょこっとかけて、よいしょ、このくらい軽くかけてね、映ってるかな、ちゃんと。では、よいしょ、どうでしょう。唐揚げにエバラさんの玉ねぎのタレ、ピントが来てんだか来てないんだか、あ、来ましたかね。断面こうですね、断面こんな感じで、おお、ジューシーですよ。では早速いただきます。うん、サクサク、うん、もう一回富士山、あ、今日はダメっぽいな。じゃあシュワシュワいただいて、うん、あ、やっぱ唐揚げにはシュワシュワがよく合いますね。うん、最高ですよ。ではじゃあまたいつものここで野菜サラダ、野菜サラダいただきたいと思います。でまたいつもの利権さんの癖になるうま塩ドレッシング、このくらいかな、このくらいかければいいかな。でエバラさんの玉ねぎのタレ、さっき紹介しましたけども、これをねサラダにかけて食べるの私好きなんで、軽くね、よいしょ、このくらいかけて、で今日のサラダチキンは、生協さんのサラダチキン、レモンペッパー、こっち使ってます。セブンイレブンさんのやつ食べちゃったんで、セブンイレブンさんのサラダチキン食べちゃったんで、今日は生協さんのサラダチキンのっけてます。あ、トマトからね、またトマトからいただきます。うん、これは熊本県産のくまモンのマークついたトマトですね。熊本産のトマト。うん。うん。熊本産のトマト結構売ってますよね。私結構熊本産のトマト食べてますよ。ね、地震があっても、じゃあ地震っていつあったんでしたっけ？熊本の地震。もう何年、何年、2、3年経ってんでしたっけ？私結構ね、スイカとかも熊本県産のスイカよく買って食べてますし、あと熊本産のねキクラゲがねうまいんですよ。国産キクラゲでっかくてね、熊本産のキクラゲすごい美味しいんだよ。あれをなんだろう、八宝菜に入れたりとかね、あとサンマーメン作ったりとか、そういうので時々使ってますけどもね、熊本県産のキクラメン、キクラゲもすごい美味しいんでね。じゃあいただきます。うん、うん、あとはなんだろう、あとデコポンとかも熊本県産食べてたかな。うん、ちょっとね、デコポンはお高いんでね、なかなか買えないんですけど、でも多分ね、デコポンも熊本県産買うこと多いんじゃないかと思いますよ。うん、もうくまモンのマークついてるとすぐ分かりますよね、熊本さんだってね。いいですよね、くまモンね。青森のそういうキャラクターってあんまり有名なのいないですからね。あ、青森県でゆるキャラで有名といえばニャンゴスターがいましたね。そういえばニャンゴスター、皆さんご存知ですか？ニャンゴスターってリンゴのせいなんでしたっけ、あれで、ものすごいドラムがうまいねゆるキャラで、あれ青森県のどこのゆるキャラなんだろう、
あれが全国区っていうか割と世界的にも有名なんでしたっけ、ニャンゴスターって。結構再生回数多いんですよね、ニャンゴスターの動画。あれが一番青森県のゆるキャラで有名なのかな。うん、あとは有名なのあんまりないかもしれないですけどもね。今日のサラダも美味しいですよ。ニャンゴスターね、ご存知ない方はちょっとねググって動画見てください。すごいんですよ本当に。ではシワシワ飲んで、じゃあおかわり作って、おお、なんかもう一本ノンアルいっちゃいそうな感じだな今日は。これ開いたらゆずサワーテイストもね一応持ってきてはいるんでね、これ開いたらゆずサワーテイスト飲んじゃおうかな。うん、ではまた一回ね置いときたいと思います。ではお次はこれいこうかな、野菜ポテサラ。あのポテトサラダに結構野菜が入ってるんですよ。玉ねぎとかレタスとかあと人参とかそういうのも入ってますけども、ポテサラに野菜が結構入ってて、普通のポテサラよりは若干カロリー抑えめなんじゃないかなと思うんで、ね、ポテサラカロリー高いですからね。で私はポテサラにはとんかつソースかけて食べる派なんで、とんかつソースかけます。よいしょ。私ね、ほんとこのポテサラにとんかつソースかけて食べるの大好きなんでね、居酒屋さんとか行くとねポテサラあると必ずポテサラ頼んで、あとソースもかけちゃいます ね。今はね外食ほとんどしなくなっちゃいましたけども、一人暮らししてた頃はねあちこち居酒屋さんも飲みに行ったもんですけどもね、私入谷ってとこに住んでましてね、東京の下町の浅草近いんでね、入谷浅草界隈専属とかねあの辺とかの飲み屋さんあちこち飲み歩いたもんですけどもいただきます。うん、あのもつ焼き屋さんの君松さんってとこね、あそこのポテサラ美味しかったな。うん、君松さんね、あのホルモン焼きとあとあの豚の、お刺身、あの小袋のお刺身とかあと、ホルデンとかでしたっけ、豚のまあ金玉ですねのお刺身とかねいろいろあってねよく通ったもんですけども、うん、お鍋とかも美味しかったな。おじやとかしてね、なんかお店の方店主の方が私のことなんかね覚えててくださって声かけてくださってね、サービスとかいろいろしてくださってよくしてもらったんですけども、ではここでね日本酒、ポテサラの後ですけども日本酒飲みたいんで、また鬼殺しまだ残ってるんでこれ持ってきました。これは愛知県のお酒になります。愛知県の清須桜醸造っていうんですかね、こちらの日本酒ですね。鬼殺し 1.5 合入って170円、もう結構安いんでねこれ、これをいただきたいと思います。まあお安い日本酒なんでね、まあまあお安い お味ですけどもいただきます。うん、ワンカップとかと同じような感じの味だと思えば、だいたい違わないかなと思いますよ。あの大関さんのワンカップとかありますよね、まああんな感じの味ですよ。うん、
もう安くてね、飲めるっていうそういう感じです。普段の晩酌にはね、このぐらいのお安い日本酒で十分なんで、うん、これ缶で飲んでもどうなんだろう。今冷やで飲んでますけどもね、缶で飲んでも意外と美味しいかもしれないですね。うん、ではお次はパストラミビーフ。パストラミビーフはこちらですね。ビストロレシピパストラミビーフ切り落とし、20% 引きで318円。これクリスマスにね食べようと思って買ったんですけども、食べきれなかったんで冷凍してねずっと取ってあったんですよ。さすがにそろそろ食べないとなと思って、今日まあ洋食系のね唐揚げなんで、パストラミビーフ付け合わせするのにちょうどいいかなと思って、こうこれ解凍して引っ張り出してきました。クリスマスの時ね、これローストビーフの安いやつが手に入らなかった時のために予備として買ったんですよ、これ。うん、ローストビーフね食べられなかったらちょっと寂しいなと思って、でもうね代わりにパストラミビーフ買って取っといたんですけども、ローストビーフが買えたんで、これはね食べないで冷凍してずっと取っといたんでね、結構大きいやつ食べようかな、この大きいの食べようかなね。パストラミビーフいただきます。うん、うん、おいしい、おいしい。うんうん、胡椒がねよく効いてて美味しいっすよ。うんうん、まだね残ってるんでね、これ全部じゃないんで、残った分はパンかなんかに挟んで食べようかな。富士さん、ピンときましたね、やっとピンときました富士さん。ではシュワシュワいただきます。うん、あ、シュワシュワじゃなくてウイスキー飲もうと思ったんだ、これの後に。あ、失敗したな。パストラミビーフにウイスキー合わそうと思ったんですけども、まあシュワシュワ飲んじゃったんでね、ウイスキーはまたねちょっとこの後にいただきたいと思います。ではじゃあこれいただきましょうかね。手羽先の唐揚げ、ピントが、ピンときましたね。手羽先の唐揚げ、これだし醤油に、金兵衛さんのだし醤油にニンニクと生姜のすりおろし と、ごま油入れて下味つけてで唐揚げにしたやつですね。ちょっと時間経ってるんでね、衣がちょっとさっくりしてないかもしれないんですけども、この辺ねちょっとかぶりついてみたいと思います。いただきます。うん、うまっ、うまっ、うわ、これうまいな。よいしょよ、うまく取れない、よー、うまく取れない、あー取れない、あーちょっとねうまく外れないですね。よいしょ、あーこんな感じで、いやこれうまいな。ちょっと焦げちゃいましたけどもね、すごいね下味美味しいですね。いやちょっともうちょっとねいただきます。うん、あうまっ、うん、うん、
つり食べましたよ。こっちの骨ついてるやつも、うん、うん、食べました。あー手がね、手がもうベト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 なんでね、ちゃんとね拭いてね、ウェットティッシュで綺麗に拭いて、あーすごいな、うん、これで綺麗になったかな。でこれでねミニゴロをちょっとこう注いで、でウイスキー、ブラックニッカのねディープブレンド、これでいただきたいと思います。よっ、おー、いやー、この手羽先の唐揚げうまかったなあ。ちょっとかき混ぜた方がいいかな、ちょっとね上と下がちょっと全然混ざってないんで軽くかき混ぜました。ではこれでちょっといただきたいと思います。うん、唐揚げにウイスキーなかなかいいですね。うん、結構ねガツンとくるんでね、唐揚げのこの油っぽい感じにも意外と合いますよ。うん、うん、あ、美味しい美味しい、うん、ではお次はこちら、グリコさんのちょい食べカレー。これあのね、あのちょっとだけカレー食べたい時に重宝するやつ。私あのとんかつとかねそういうのの時にこう使ったりしますけれども、唐揚げにのっけて食べても美味しいんでね、これもう冷たくてももうこのまんまで使えるんで、よいしょ、これをね唐揚げにこうちょいのせするんですよ。まあちょい食べカレーちょいのせ、よっ、ちょい食べカレーをちょいのせして、あ、これごといった方がいいかな、ピンボケするんでね、単体でお見せするとピンボケするんですけども、こうやってやるとね割とピント合いやすいんで、これでねいただきたいと思います。うわーすげえ、これで普通の唐揚げスーパーで売ってるね唐揚げの1個より大きいですよ。これで半分に切ってもねスーパーの唐揚げの1個分より大きいです。これ、いやすごいな、大きくやると美味しいんでね、ちょっと断面をお見せしたいんですけども、うまくいかないかな。よっ、断面こんな感じです。お箸でちょっとあれですけどもね、うまく持てないんでね大きくて。ではちょい食べカレーをのせた、よいしょ、唐揚げいただきます。うん、カレーと唐揚げも相性いいですね。うん、うまっ、うん、うん、やっぱ唐揚げ美味しい。普段はねあんまりカロリー高いもの食べないようにしてますけど、ね、母の唐揚げもあと何回食べられるか分かんないんでね。では今日のところはね動画の方はこの辺で締めさせていただきたいと思います。あとは動画見るかアニメ見るかしながらね、また晩酌続きやっていきたいと思います。ちょっとね見たい動画あるんでね、YouTube の動画それ見て見ながら晩酌しようかな、うん、と思います。では
今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また明日ね、動画アップしたいと思いますんでよろしくお願いします。じゃあこれ飲んでね。じゃあ今日のところはこの辺で、締めにさせていただきたいと思います。